大頭族は、ユーロコモクナミヘビカに属する族。アフリカ大陸、オーストラリア大陸北部、ユーラシア大陸南部、インドネシア、フィリピン体系は法則側変し、樹上での生活に適している。頭部は大型で幅広い。目は大型で、瞳孔は縦長。奥歯に毒牙が,がある。人間が噛まれると、痛みや不快感などの症状が現れるが、毒性は低く。 致命的ではない。森林に生息する。樹上性。危険を感じると口を大きく開けて威嚇する。植生は動物食で小型哺乳類、鳥類、爬虫類、カエルなどを食べる。繁殖形態は乱生。毒がおもつが噛まれても致命的ではないとされる。南洋王頭は偶然にグアム島に移入された結果、在来種の鳥類や家畜を食害し、 壊滅的な被害を与えている。このことに伴い2005年に施行された外来生物法では特定外来生物に指定された。南洋王頭を除く本属の構成種は未判定外来生物に指定されていたが、2008年に4種が特定外来生物に追加された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。 しかし属単位で未判定外来生物に指定されたため輸入は停止している。ありがとうございます。